津村漢方薬肝臓油エキスカリュー。津村68番尺薬肝臓油とは、漢方法剤の一種。出典は、小喚論。下肢の痙攣性頭痛や、胃腸の激しい痛み等、急激に起こる筋肉の痙攣を伴う頭痛などに、用いる。人工透析患者の小村帰りに用いられることがある。透析中に、足がつる場合は、透析前に服用する。 急激に起こる筋肉の痙攣を伴う疼痛、肝硬変症患者126例による二重毛腱ランダム化比較試験において、尺薬肝臓油はプラセボ群に対して筋痙攣回数改善度、最終全般改善度が優位に改善した。尺薬 4.0g、肝臓 4.0g 以上の切断あるいは破砕した木薬を取り、一方として制する。 尺薬と肝臓の二小薬からなることから名付けられた。アルドステロン症のある患者、ミオパシーのある患者、低カリウム血症のある患者次の患者には慎重に投与する。高齢者次の薬剤との併用により、偽アルドステロン症、ミオパシーが出現しやすくなる。肝臓がんゆ製剤グリチルリチン酸及び、その塩類を含有する、製剤ループ系利尿剤チアジド系利尿剤次の、 副作用がある。60歳以上が30日を超える服用によって、低カリウム血症、ニセアルドステロン症、間質性肺炎、ニセアルドステロン症、鬱血性心不全、心室細動、心室頻迫、ミオパシー、肝機能障害、横断発疹、発赤、創用、悪心、嘔吐、下痢高齢者は、生理機能の低下、妊産婦、 小児は安全性未確立のため注意が必要である。ありがとうございます。